1989年、バルト三国のエストニア、ラトビア、そしてリトアニアのおよそ200万人の民衆が手をつなぎ、600キロ以上にわたり人間の鎖を形成した。ソビエトの支配に対し、国歌をはじめ民族音楽を歌い団結。自由と独立を求める活動は歌う革命と呼ばれる。歌は人々のアイデンティティを守るため、そして人々を結束させるために重要な役割を果たし、独立の大きな力になりました。民音創立60周年、日本リトアニア友好100周年。歌によって自由と独立を成し遂げたリトアニアが世界に誇るヤウナムジカ日本初公演。世界に響く祈りのハーモニーをお届けします。リトアニアの首都ビリニュスを拠点に活動するヤウナムジカ。国際的にも高い評価を得る合唱団を率いるのは、芸術監督で指揮者のバツロバス・アウグスティナス。ヤウナムジカはどのような厳しい状況にあっても大切にしてきたことがあります。一つ目は合唱団の歌唱力の質を最高水準に維持すること。二つ目はリトアニアの合唱音楽の未来への取り組み。そして三つ目は私たちの生活や社会に対して合唱文化のつながりを大切にし続けていることです。ヤウナムジカっていうのは、自分の国、そのリトアニアというところに限定されず、前衛的な最先端を行くような合唱作品にも取り組む、非常に自由でグローバルな発想を持ったプロ合唱団であるというふうに思います。パンデミックや戦争、困難な時代に音楽家や芸術家はどのように向き合えばいいのか。もし希望を失ってしまえば、自由や独立、そして音楽が死んでしまうのです。だからこそ私たちは自分たちの活動を続けることで音楽の力を示していきたいのです。音楽や芸術で人をつなぐ民音の活動には心から敬意を表したいと思います。リトアニアと日本の記念すべき年に初めての日本公演を行うことができ、とても光栄です。音楽はコミュニケーションを図るものであり、共有し合うものです。日本の皆様と私たちの芸術性や感情、経験を分かち合える機会に恵まれ、感謝しています。リトアニアの民謡や世界の合唱曲、さらに日本の合唱作品も披露。祈りにも似た荘厳で透明感あふれる歌声にどうぞご期待ください。日本のステージでお会いしましょう。